とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワーボスラッシュ後半ですね。16回から行けるところまでやっていきます。15回の報酬で森の矢筒でしょうね。ここだ。いや、パワーシ、いや、パワーシェイカーいるかも。まあ、ここのボスは、いつも通りなので大丈夫でしょう。溺れたネクロマンサー2体ね。あ、待って、出る場所が違う。そうか、なんか出る場所がなんか変わったりとかあったよね。そういえばさ。オッケーオッケー。やべ、あぶねえ。オッケー、なるほど。結構もう俺の火力ない、火力が少ないか、俺のかもね。あんまり減らせなくなってるね。でもまあ問題はなしです。次17回いきましょう。よう、怒り行こうか。ボスには怒り、しかもこれ虚無ついてるでしょ。確か、20回ぐらいで、いたような気がするんだよな、商人がさ。いや、これは結構、いや。虚無。ぐらいだよね。ちょっと待って。一応、長弾1ぐらい入れとけ。ちょっと待って、2体同時出てるんだ2体同時出るなよ。いやでも、虚無入ってるからめちゃめちゃ効く。これはこっちじゃない、大正解かもしんない。よかったね。あの両刃物よりも、でしかも次商人じゃん。毒フォーカスある、いいんじゃない？毒フォーカス入れて倒せんじゃない？毒ダメージでさ。 OK、 怒りを覆われた、いいね。結構早めに覆われた怒りにできたっていうのはでかいぞ。何が来る？おっ、ちょっと待てって、待てって。オッケー。毒ダメージでいける。ただこいつが、あなたが倒しにくい。あっぶれ。倒した。オッケー。一発当たりさえすれば倒せる。一発当たればいけるわ。パワーシェイカーもういらない。パワーシェイカーいらない。ゴーレムだ。次は誰だ？あ、これいいぞ。覆われた怒りいいぞ。しゃ、もう、ちょっと待って。どこだ？お前、あちゃん、もう、めちゃくちゃやりづらいよ。よし、終わり。はい。いいんじゃないですか。いや、2体同時で、イリュージョナーまで出てくるのはきついって。いきます。なんだ？あ、ホースマン。オッケー。いいよ。いいんじゃない？あ、ダメだ。ゴーレムが攻撃するから、虚無があんまり意味がないやつになってる。まあ、いいでしょう。余裕ではある。ドラ。あ、これめちゃくちゃ良くない？
うん、エンちゃんほぼ完成したと思うんだけどな。いいよ、いいよ、いいよ。なに、エンダーマンか。あー、ちょっと待って。これ、オッケー。あー、でも、倒しきれるまではないな。ドラが入らないとやっぱきついか。でも倒した。あれ？ガーディアン落ちた落ちた。いや、むしろ、水の中の方があいつ生き生きしそうだけどね。ゴーレムが落としたみたいね。いや、ラッキーだった。あークールダウン欲しいね。ドラを使いたい。クールダウンと、防護かな。で、臆病まで入れろ。ダメージ上がる。うんうん。毒フォーカスなくなるけど。でも臆病で、十分ダメージは与えれるでしょう。そこか。しゃ。あ、いいんじゃない？いいよ、めちゃくちゃいいよ。あー、臆病はなくなったけども終わりだ。余裕。あ、お、やっぱ怒り強い。怒りは強いよ。いらない。うん、何あげ、あー、まあ怒りだよね。間違いなく怒りだ。何がついた？あ、うんうんうん、いいんじゃない？ゴーレムがいるから、入るかもしんない。どうだ？次のボスは。ネクロ、あー、ちょっと待って、どじにいるんかい？やめろ、あ、落ちた。落ちた、落ちた、落ちた。よし。余裕だった。いや、結構きついかと思ったら全然余裕だったわ。いりません、次行こう。次はこのイオンモールみたいな場所です。26、あ、まあまあ、もう最上階が見えてきたよ。ホースマン。ああ、もう。オッケー。ゴーレム出さんとこ。虚無ダメージを与えたい。よーし。いいねー。あ、そうか、これ。いや、うん、どっちなんだろうな。ゴーレムはもうむしろいらないかもしんないね。虚無の邪魔になるかも。まあ、一応いいか。次、誰だ？あ、ホースマン。あ、余裕。ちょっと待って。なんか嫌な場所だな。オッケーオッケーオッケー。もういいか。オッケー、終わりで、ホースマンどこいる。よし、終わり。27回クリア。次、28回。もう少しだ。森だな。森。エボーカーどっちに、あっちか。エボーカーか、まあ、ああ、うっそ。ああ、上に乗ってるわ。大丈夫それ。よし、行けた。やべ。ちょっと待って、エボーカー倒した？あ、もう倒しちゃってる？え、ちょっと待って、もう、ゴーレム、死ぬの早くないか？やばい、これやばいやつ、これやばいやつ。危ねえ。いや、もうこれじゃダメージ入らなくなってる。ちょっと待って、これ逃げる。一回逃げる。オッケー。まあ、そんなもんでしょう。では次が29回ですね。変えよ。HP がきつそうだ。
他入れる縁じゃないもんね。いいか。いや、いけるいける。大丈夫。そこ。マジで？おいおいおい。毒。毒。毒です。いや、効いたな。あ、そうか。当てた後にドラを当てて、毒ダメージを加速させたんだ。いいんじゃないっすか？では、ボス、来ました。まあ、エンチャは多分いらないけど。イリュージョナーだ。ドラ当てて、そっちか。どうなったの今の。あ、ドラ当てて、で、強打せてから、弓だったんだ。ああ、そりゃ大ダメージですわ。いけた！タワーボスラッシュクリアできました！おー！いけるもんだな。では、報酬見てみましょう。どうだ？お！大釜！まあ、踊り子から、旋風いらない。達人、あ、爆発いらない。毒砲か。いらないね。はい。ということで、タワーボスラッシュ後半でした。いけたね。いけました。うん。まあ、マルチでしても面白いかもしれません。やるかもしれませんね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。